夕方になって、北海道で再び雨が強まってきました。北海道は、今夜いっぱい、強雨や大雨に警戒が必要です。明日になると、雨の中心は、東北北部に移ります。北海道は、今夜いっぱい雨が続く前線が停滞している。北海道では、昼間は一旦雨の止み感が多くなりました。ただ、夕方になって、前線上の低気圧が日本海から接近し、道南を中心に雨雲が発達しています。渡島半島にあるセタナ町では、17時までの1時間に 31.5mm の激しい雨を、今金町では 29.0mm の土砂降りの雨を観測しました。檜山、渡島地方や後志地方には引き続き大雨警報が発表中です。北海道は低気圧が通過する今夜いっぱい、強い雨の恐れがあります。積算雨量も多くなっているところがありますので、河川の増水や土砂災害に警戒してください。明日は、東北北部で、強雨や雷雨に注意。30日木曜日12時の雨雲の予想。明日30日木曜日になると前線はやや南下し、青森県付近に停滞します。東北北部は、雨が降りやすく、傘が欠かせません。局地的には1時間に 50mm ほどの雷を伴った激しい雨となる恐れもあります。道路冠水や視界不良に注意してください。写真、ウェザーリポート、ウェザーニュースアプリからの投稿を